夢にまで見たアイドル、実況プレイ始めていきたいと思います。ミュージシャンになる夢を諦めたゆかりは、アイドルを夢見る少女めぐみと夢の中で出会ったみたいなゲームらしいです。エンディングが6種類あるみたいですね。やってこう。この物語はフィクションです。実在の人物や団体事件とは一切関係がありません。本作は無断転載、無断商用利用は禁止です。プレイ動画のアップロードは良識の範囲内であれば、ご自由に行っていただいて構いません。ありがとうございます。さて、やっていこう。今回も。まばゆいライトの光によって、輝きを放つステージ。観客たちの声援と視線を独り占めするのは、ステージの上に立つ自分。幼い頃夢見ていた景色の中に、他でもない自分がいて、そんなありもしない夢を未だに見ている。夢はいつまで経っても夢のままだと気づいてしまったのは、一体いつからだっただろうか。まあ、アイドルとかなんてめちゃくちゃ難しいもんね、絶対。22時42分。疲弊した体を無理やり部屋へ押し込むと、明かりもつけず、リビングに転がり込む。光や騒ぎ声でうるさいこの街はあまり好きではない。それでも駅から近いという理由だけで選んだ6畳の部屋は、都心であるにもかかわらず異常なほどに家賃が安かった。なんかありそうだな。噂好きな下の階の住人曰く、昔この部屋の住人が自ら命を落としたのだとか。ここはいわゆる曰く付き物件というやつらしい。まあそんなことどうでもいいけど、コンビニ弁当をつまみながらスーツを脱いでいく。行儀は悪いが、誰が見てるというわけでもないから構わない。大学卒業後に入った今の会社は、残業は多いものの、一日の大半をデスクワークに費やすことができ、一人でも進められる仕事内容が多いため、人付き合いが好きではない自分には性に合ってる。何か見ながら食うか。暇つぶしにスマホで動画配信サイトを開くと、売れないインディーズバンドのライブ映像が視界に入ってきた。試しに動画を再生してみたが、演奏も歌もめちゃくちゃで、素人の自分が見ても売れない理由がよくわかる。こいつら何歳だ。好きなことで食べていけるやつなんてほんの一握りなの。いやまあでも一番最初っからうまいやつなんていないもんね。一体いつまで続けるつもりだよ。まあまあそっか。20代後半になってから独り言が増えた気がする。俺はスマホの画面を暗くすると、クローゼットの奥に押し込まれたギターケースに目をやった。ああそうなのか。てっきりさ、夢にまで見たアイドルっていうタイトルのゲームだから主人公女の子かと思ったな。音楽にはかれこれ5年は触れていない。あれが捨てられないってことは俺も同じか。食事を終えると後片付けもせずにその場に寝転がる。どうせ明日は休みで何の予定もないんだ。風呂に入るのは少し休んでからでもいいよな。ああ疲れた。まあ一人暮らしだとね、自由だもんね。家の中では王様だもんね。誰？すぐそばから女性の驚いたような声が聞こえ、ぼんやりとした意識のまま、わずかにまぶたを開ける。正確な時間まではわからないが、カーテンの隙間から差し込む光から、自身が朝方まで眠ってしまっていたことはわかる。なんだ？目を覚ましてからというもの、妙な違和感、緊張感がある。そういえば先ほど女性の声が聞こえたような。俺は声の下方へ視線を向ける。するとそこには、アイドルみたいな女の子いるな、確かに。え、私こんな可愛い部屋に住んでんの？見知らぬ女性がリビングにペタリと座り込んだまま、なんで急に。え、私の部屋これ？本当に。可愛すぎるだろ。こちらを覗き込んでいた。うわ、誰だあんた。思いがけない展開に驚いた俺は、情けない声を上げながら後ずさる。誰なんだこの女は。知らない女性を部屋に連れ込んだ記憶はない。女性は俺の大声に怯えているのか。こわばった表情のまま口を開く。あなたこそ誰なのよ。私の部屋に勝手に入ったりなんかして。まさか強盗？あ、誰が強盗だよ。だいたいここは俺の部屋で。俺は彼女と話をしながら辺りを見回す。あれ？ここはどこだ？あ、俺の部屋じゃねえんだ。間取りこそよく似ているが、置かれてる家具から何までもが、俺の部屋のものと異なっている。いかにも女の子の部屋といった色合いで、何というか目がチカチカするな。確かに心が休まらねえ。状況だけを見れば、確かに彼女の話す通り、ここは彼女の部屋で、不法侵入したのは自分の方だということになる。
泥棒じゃなかったら何だって言うのよ。確かに何なんだろう。不安からか彼女の言葉が鋭利さを増していく。何だって言われてもな。自分の仕事や生い立ちを話したところで俺がここにいる説明になるはずもない。ああそうだ、スマホとかないのかな。友人にでも連絡を取れば自分が強盗するような輩ではないと微力ながら証明してくれるかもしれない。まあまあまあ、確かにそうだよね。でも現場だけを見てしまったら、状況だけを見てしまったら、もうお前は強盗なのかも。視線は彼女に向けたまま手探りでスマホを探す。あれないな。なあ、あんた俺のスマホを知らないか。あなたさっきから何を意味のわからないことばかり言ってるの。こういう時ってどうすればいいのかしら。親には絶対に頼りたくないし、交番に行くのがいいわね。よね。よし。彼女は小さくうなずくとその場を立ち上がろうとする。ちょっと待て。このままでは俺は不法侵入者として警察の厄介になってしまう。とはいえこの状況をうまく説明できる手立てもない。ひとまず警戒している彼女の気分を変えなければ。セーブしとこう。そろそろ。俺は焦りながらも今更ながら話し相手である彼女の姿をまじまじと見つめる。年齢は20歳くらいだろうか。男の俺にはよくわからないが、ナチュラルなメイクをしているせいか全体的に素朴な印象を受ける。なんで今査定してんだろう。とはいえ顔立ちは整っている。何よりも気になるのは彼女が私服にしては随分と派手な。確かにね。これ一人暮らしで私服これの女の子いないだろ。まるで何かの衣装のような格好をしていることだ。俺のことなんかよりあれだよ、ね、あんたアイドルか何かかって君かわいいねもいいけど、いや君かわいいねで警察に捕まっとくエンディング撮っとこうかないやまあそれがどうかわかんないけど、いやでもまずはあんたアイドルか何かかとか先にこっちから撮ってっか。あ、本当にアイドルなの。え、私がアイドル。あーごめん、違ったんなら。うん、違わないわ。彼女は慌ててかぶりを振るとボソボソと何かをつぶやき始める。私アイドルに見えるんだ。いやアイドルに見えるよ、めちゃくちゃ。逆にアイドル以外の何なんだよ。あ、ニコニコしてる。やった、いいの。不法侵入してるよ俺。彼女の反応を見る。どうやら状況は好転してきてるらしい。彼女は顎に手を当てると自慢げな表情で口を開いた。あはーん、そういうことね。さてはあなた私のファンなんでしょ。ファンだとしても家に押し入れられたら怖すぎるだろ今は。誰のファンだって。え、違うの。いや怖いな。いや、じゃあやっぱり強盗なんじゃ。もうこの状況説明できる手立てがないな。ああなるほど。どうやら彼女のファンである俺が部屋に侵入してしまったと思い込んでるようだ。ファンが部屋に入ってくるって強盗より怖そうだけど、強盗より絶対怖いだろ。でも強盗も怖いから、もう強盗よりとかいう言葉はないけど、まあいいか。俺は彼女の勘違いに乗っかることにした。ああそうそう、ファンだよファン。やっぱりそうなのね。いや納得してニコニコできんだろ。私のファンに会うのこれが初めてだわ。彼女は目を輝かせ俺の方を見る。なんだあんた人気がないのか。怒ってる。あなたって失礼な人ね。表情がいっぱいあるなこの子。あーごめん。それよりあんたさ、それやめてもらえる。確かにね、初対面でずっとあんたって言い続けるのよくないもんな。それ私のファンなんだから私のこと名前で呼びなさいよ。あーそれもそうか。当然ながら俺が彼女の名前を知るはずがない。名前教えてもらってもいい。あ、驚いてる。呆れた。彼女はムスッとした表情でこちらを見る。あなたそれでも私のファンなの。いやちょっと今混乱してて。まあまあまあそっか、まあ、こういう状況ならまあしょうがねえか。ああまあいいわ。彼女はご本と席をするとこちらへ向き直る。私は田中恵。親しみを込めてメグって呼んでくれても構わないわ。この状況でそんなこと言うの。わかった、よろしくな恵。メグって呼ばねえとこよくないぞ。もう何もわかってないじゃない。確かにね、今のはもうメグって呼ばなきゃ。そんなことよりも田中恵って名前、最近のアイドルにしては随分と普通というか。ああそっか、じゃあアイドルの人って全員偽名とかなのかな。なんというかその地味だな。いや地味でもいいだろ。人の名前に文句を言うだなんて、あなたってすごく失礼な人だわ。確かにそうですね、すみませんいや確かに、ごめん。彼女がふいっとそっぽを向く。ごめん、さすがに失礼だった。俺は緑だ。俺は緑だ。緑とかかな。
縁とかかな、力だな。ゆかり、ゆかり、それは名字、名前、名前だよ。ゆかり、緑でゆかりか、素敵な名前だな。名字はよく知りもしない相手にフルネームを教えるの、さすがに抵抗が。いやでも相手アイドルだぞ。なんなのよもう。そうだよね。それにしても彼女は一体何者なのだろうか。普通ならすぐに通報されてもおかしくないはずなのに、彼女は俺のついた嘘にあっさり騙されて、いつの間にかこうしてのんきに雑談までしている。いやまあね、確かにまるで夢みたいな都合のいい展開だ。待てよ、夢、ああそうか、これは夢か。それならばこんなめちゃくちゃな展開にも納得がいく。夢？何を言ってるのかしら。あなたは今私の目の前にいる。確かにね、そういう夢なんだろう。どういうこと？あなたは私が見てる夢の内容の一部で実在しない人ってこと？いや逆だと思う。逆？俺の夢に出てきたのがあんた、めぐみだ。あなたっておかしなことを言うのね。私はちゃんと実在してるわ。夢の中で夢の証明をするのって結構難しいな。結構どころか不可能だ。彼女に対しどう説明したものかと考え込んでいると、いつの間にか彼女は俺の目の前まで移動していた。なんだろう、なんだ。彼女は俺の頬付近に右手をかざすと大きく振りかぶる。ああそういうことか、ありがちなやつ。まあ、待て、何をするつもりだ。いやもうありがちなやつでしょ。これがあなたの夢じゃないってことを証明してあげるの。ほらよく言うでしょ、これで痛ければ夢じゃないって。まあまあ、ほっぺたつねるとかよくあるやつだもんね。いや何もここまでしなくても、頬をつねるぐらいでわかるから。いや野蛮な人だな。必死の抵抗は虚しく、数秒後鈍い痛みが俺の頬を襲った。夢じゃねえんだ。今朝はひどい目にあったな。見ず知らずの女性との会話の後、気がつくと俺は自室のベッドで寝転がっていた。どうやら俺の予想通り、今朝のあれはただの夢だったらしい。夢だったんかい、あの感じで夢なのかよ。夢にしては妙にリアルな内容だったな。あーでもこの夢を何回も見るみたいな話なのかな。自分で自分をビンタしたのだろうか。今朝の痛みを思い出し俺は頬をさすった。休日の昼下がり、俺は訳あって近所にあるおしゃれなカフェに足を運んでいた。待ち合わせ相手が来るのを待つ間、退屈しのぎにスマホを取り出すと、名前なんて言ったかな。ああそうだ、田中恵なのかな。田中恵だ。夢に出てきた彼女の名前で検索をかける。大学教授にアナウンサーに、それから5分程度調べてみたが、アイドルの田中恵という人物は存在していないようだ。あの女俺に嘘をついたな。え、夢なんじゃないの。自称アイドルじゃないか。ぶつくさと小言を吐いていると、ゆかり久しぶりだね。おう。ああ友達？ひょうひょうとしたいけすかない男が、学生時代の友人トーマが席に座った。珍しいね、ゆかりの方から俺のことを誘ってくるなんて。トーマはスマホを持ったまま近づいてきた店員に笑顔を向ける。あ店員さん、俺パンケーキでお願いします。店員はペコリと頭を下げると、そそくさと厨房へ消えていった。パンケーキってお前女子かよ。いやいいだろ別に。またそうやって偏見で物を言う。ゆかりの悪いところだぞ。数分後、トーマの前に出来たてのパンケーキが静かに置かれた。めちゃくちゃ美味しそうじゃん。ハワイとかで出てきそうな。ごゆっくりどうぞ。お、めっちゃ美味しそう。美味しそうだ。写真撮って SNS にあげようかな。お前それわざと言ってるだろ。あ女子っぽくね。あはは。食事をするトーマを横目に、俺は早々に本題に入ることにする。あのさ、田中恵って知ってる？あ、驚いた顔してる。いや、誰それ。学生の頃の友人、知り合いでそんな名前のやついなかったか。ほら、トーマ、記憶力だけはいいだろ。あ、そういうタイプなんだ。だけは余計だろ。彼は少しだけ考える素振りを見せると、スマホをいじり出す。俺の知り合いにはいなそうだけど。そうか、ならいい。どういうわけか俺は、夢で見た彼女のことが気にかかっていた。彼女と自分が過去にどこかで出会っている。もしくはあの夢は予知夢で、これから自分と関わりを持つことになる相手である。ある。いや、もしかしたら本当に売れないアイドルで、夢は過去に飛んでたりとか、スマホを絶対知らないから、彼女は。ってことはスマホない時代の人ってことになるから、過去に飛んでんのかも。タイムリープ的なやつで。彼女をアイドルにするのが僕の仕事なんだ。どちらにせよ、こういう関係の広いトーマならば、何かしら情報を持ってるかもしれない。
そう期待していたけれど、やはりただの夢か。甘っ、うまっ。俺は自分の飲んだコーヒー分の代金を机に置くと、満足そうな表情でパンケーキを口に入れるトーマーに尾を置いて席を立とうとする。え、帰るの？もしかして俺このためだけに呼ばれた感じ。確かに電話でいいわ、これなら。そうなるな。お前のために仕事を抜けて時間作ってきたんだから、これを食べるまではいてくれよ。いや確かに確かにそりゃそうよ。トーマーは今化粧品メーカーで営業職として働いている。まあそれもそうか。いや絶対そうだろ、友達いなくなっちゃうぞ。俺はしぶしぶ腰を下ろした。営業の仕事にしては随分と洒落た格好だな。確かに今仕事中なんだ。これでスーツじゃないのか。ああ、この後女の子とデートだから。いやだとしてもだろ、だとしても仕事なら。お前本当に俺のために時間作った？作ってないのか。たまたま時間に空きがあっただけなんじゃ。まあいいか。トーマは上機嫌のままパクパクと食事を進めている。ゆかりは仕事順調？まあぼちぼちだな。楽しい？楽しくはないな。楽しいことしたくない？もうなんかさ、勧誘されんのかこれ。なんだお前、俺を怪しいセールスにでも巻き込むつもりか？ひで、そんなんじゃないから。トーマはむくれた表情のまま。トーマは多分ちゃんと友達と思ってんだな。大事な友達と思ってくれてるっぽいな。なんか主人公がちょっとひねくれてるだけで。自身のスマホの画面を俺の方へ向けた。何これ？あれ？TikTok 知らない？ショート動画が投稿できる SNS だよ。今若者の間で流行ってるだろ。そういう意味じゃなくて、俺は今何を見せられてるんだ？画面上では見知らぬ男がギターの弾き語りをしてる。ああ、そういうことか。うわ、そっかそっか。いや、残酷でもあるよね。でもこういうのって。俺がスマホに目を向けてる間に、店員がトーマの前に置かれた皿、空の皿を片付ける。すいません、店員さん。コーヒーください。トーマは俺が一通り動画を見終えるのを待つと口を開いた。演奏してるこの人、18歳で俺たちよりも、10も下なわけだけど、自分で作詞作曲して、TikTok に動画を上げてるんだって。で、それが10代に刺さって話題になって、レコード会社から声がかかって今度メジャーデビューするらしい。すごくないか？いや、なるほどね。言いたいことはよくわかった。トーマの言う通り、男の動画の再生回数は素人にしては異常な数値だった。すごいかもしれないけど、それが何なんだよ。お前、興味出てきた？出てねえよ。俺が言いたいのはさ、俺たちが学生だった頃と違って、今は誰かに自分のやってることを見てもらえる場所が、夢を叶える手段がたくさんあるってこと。トーマ！だからさ、俺たちをもう一度。あ、トーマもメンバーとかなのか。トーマの魂胆が見えた。俺は足早に席を立つ。俺はやらない。仕事で忙しいんだ。やるならお前一人でやればいいだろ。まだ最後まで言ってないだろ。まあね。そっか。いや、難しいよね。確かに、それはいいかもしんないけど、今のことすべて犠牲にして、やれるかどうかって言われたら、難しくなっちゃうかもだもんね。というか、まだ俺の食事が終わってない。パンケーキ食べ終わるまでって約束だっただろ。そっか。俺はトーマの返答を待つことなく店を出た。エンディング一個も取れてないんだけど。あ、かわいい。え、お前自分のリボン食べてない？めぐみ、これは一体どういうことだ？トーマとカフェで話をした後、家に帰って風呂に入って、それから気がつくと俺は昨日夢で会った彼女。めっちゃ可愛いじゃんこの子。めちゃくちゃ可愛いし、ホットケーキ超うまそう。田中めぐみとカフェで食事をしていた。その言葉そっくりそのままあなたに返すわ。どの言葉？どうしてゆかりくんが私の行きつけの喫茶店にいるのかしら。名前覚えてくれてる。昨日と違い、夢だと理解してるからだろうか。俺は焦ることなく辺りを見渡した。初めて訪れたカフェではあるが、その構造は昼にトーマと食事をした場所によく似ている。妙な既視感を覚えさせる夢だな。私今の今まで一人で食事をしていたのに、ふと前を見たらいつの間にかゆかりくんがいたの。これって私の夢の中での出来事なのかしら。そうだとしても二度もゆかりくんが出てくるだなんてどういうこと。それは俺が聞きたいよ。まあいいや、どうせ焦っても仕方がないし。トーマといい目の前で美味しそうに糖分を取りやがって、こっちまで甘いものが食べたくなるじゃないか。俺もパンケーキ食べようかな。パンケーキ？
彼女がまさにパンケーキを頬張りながら口を動かす。今あんたがめぐみが食べてるやつ、ホットケーキのことかしら。ゆかりくんはホットケーキを知らないの？いや知ってるけど。それならパンケーキって何？あ、パンケーキとホットケーキって同じ意味なの？別物かと思ったわ。薄いやつがホットケーキで熱いやつがパンケーキとかそういう感じかと思ってたわ。あとなんかちょっといろんなごちゃごちゃしてんのがパンケーキとかそういう感じかと思ってたわ。改めて問われると、パンケーキとホットケーキの違いってなんだろう。パンケーキの方がホットケーキよりボリュームがあるというか、ふわふわして柔らかい感じ。俺は何の話をしてるんだ。そうなんだ、ゆかりくんはどちらも食べたことがあるのね。いいな、いや可愛いな、めぐみちゃんが可愛い。私もパンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい。あー聞いたことあるな、このフレーズ。甘いものに目がないのか、彼女が上機嫌に口ずさむ。いやそんなことよりもだ、トーマといい、どうも。最近の自分は相手のペースに飲まれがちだ。俺は彼女に自分の抱いた疑問をぶつけることにした。昨日俺に嘘ついたろ。嘘？何の話かしら。めぐみはアイドルじゃないだろ。俺の問いかけにめぐみは少しだけ罰の悪そうな表情を浮かべる。嘘じゃないわ。それなら今のままなんだよ。これからアイドルとしてデビューするんだもん。確かに今はまだアイドルじゃないかもしれないけど、私スカウトされて事務所にだって所属してるんだから。え、だってさ、夢の中でしょ。現実世界のスマホで田中めぐみ出てこなかったとしてもさ、夢の中なんだか別の空間かなとか思っちゃうけどな。私スカウトされて事務所にだって所属してるんだから。だから嘘じゃないわ。これからデビューする予定か。なるほど、道理でどれだけスマホで調べても検索に引っかからないわけだ。ゆかりくんだって私に嘘をついたでしょ。俺が何を？私のファンだってあれは嘘でしょ。ああ、まあそうだな。やっぱり道理でおかしいと思ったのよ。だってゆかりくん全然私のこと知らないんだもの、確かに。いや、てかデビューしてないんだったら知る由がないだろ。それは悪かった。これでおあいこだね。ふふふ、かわいい。ずっとかわいいじゃん、この子。それから俺は、時折、めぐみと会う夢を見るようになった。どういう心境の変化なのか。彼女と初めて会った日以来、俺は以前よりも規則正しい生活をするようになっていった。ほう。あ、メロンソーダだ。ゆかりくんは何をしてる人なのかしら。何って普通の会社員だよ。どんな仕事？機械設計って言ってデスクワークがメインなんだけど、説明が難しいな。ものづくりをしてるってことよね。ま、広い意味ではそうなるかな。そうなのね。すごいわ。え、かわいいめぐみちゃん。すごくなんかないよ。そもそも好きでやってるわけでもないし。あら、そうなの？今のお仕事が好きじゃないのね。それならゆかりくんの好きなことって何かしら。あ、一緒にデビューすんのかな。俺が曲を作ってさ、あなたが歌うのかな。相変わらずグイグイ来るな。彼女の勢いに押され、俺は言わなくてもいいことを口にする。昔はギターを弾くのが、バンドをやるのが好きだったな。子供の頃に親に連れられて見たバンドの生演奏に感動して、それで。バンド？ゆかりくんも音楽をやっているのね。すごいわ。彼女は目を輝かせながらメロンクリームソーダをスプーンですくった。ゆかりくんはプロになろうとは思わなかったの？いやー、まあ難しいもんね、絶対。思わなかったな。いや、本当かな。どうして？頑張ればプロになれるって思わなかったのかしら。頑張っただけでどうこうなるものではないだろう。いやー、難しいとこだよね、それも。でも頑張らないと絶対にプロにはなれないと思うわ。夢を追う彼女の言葉は純粋で、諦めや挫折を知らない。いや、そうは言ってもな。いやー、まあどうだろうな。そもそもの話だけど、いや、ちょっと待って、多分ね、上の選択肢が進んでいくな、これ。アイドルとミュージシャンは違うよと。今さら遅いだろ。多分上が進んでいくな。多分さっきも下でゲームオーバー取れたんじゃないかな。ゲームオーバーっていうかエンディングが取れたんじゃないかな。だから一回ちょっとエンディング取ってっか、どんどん。今さら遅いだろ。俺もう28だしな。売れる見込みもないのに今から頑張ってもな。大人になるにつれて優先順位は変わっていって、不必要なものは次第に生活から取り除かれていく。興味も人間関係も。何を言ってるの？まだ28歳じゃないの。確かに夢を追うのは早いに越したことはないわ。でも大人になったからといって夢を追っちゃダメってことにならないでしょ。かっこいいこと言う。まあ、
私、ゆかりくんの演奏を聞いてみたいわ。わ、素敵だね。それは難しいんじゃないかな。夢の中にギターを持ち込めないってことは、夢の中ってことを二人が理解してる状況って何なんだろう。いや、そうじゃなくて。最近はろくにギターに触れてさえいないから、弾き方を覚えてない。ああ、まあでもこれはあるよね。ほんと一年ぐらい弾かなかったら弾けなくなっちゃうよね、なんか。今まで覚えてて、何回も何回も弾いた曲でも弾けなくなっちゃうよね。それなら次会う時まで練習してきてよ。わ、素敵な約束。彼女の性格だろうか。こちらが難色を示してもなかなか諦めてはくれない。まあ、きっかけになるかもね、これが。約束ね。どうしてだろう。彼女との会話はどうも調子が狂い。気づけば素直に言うことに従ってしまってる自分がいる。もうアイドルとしての素質なのかな、こういうのが。俺のことなんかよりも、めぐみの方はどうなんだよ。私?事務所にスカウトされたって話。もうデビューの日は決まっていたりするのか?俺の問いを聞いた彼女が、不機嫌に口を尖らせる。あ、てか普通に進んでってるの。話。そう、それよ。聞いてよ、ゆかりくん。アイドルって普通は歌やダンスレッスンを受けて、デビューに備えるのね。まあそういうものなのか。それなのにうちの事務所ったらちっともレッスンをしてくれないの。スカウトされて宣材写真を撮ってそれっきりよ。それ大丈夫なの、その事務所は。ほんと頭に来ちゃう。彼女の口は荒かったが、その表情はどこか嬉しそうだった。あ、そうなのか。どうやら彼女は逆境すらも楽しめるほど前向きな性格らしい。ま、こんなことでめげたりはしないけれど、諦めようとかやめようとか思わないのか。思うわけないじゃない。だって夢だもんな。ずっと夢見てきた、憧れてきたお仕事なんだもん。いや、可愛いしかっこいい。あー、今日も疲れた。仕事が終わり部屋に帰ると、明かりもつけずにベッドに寄りかかる。頭の中では昨日見た夢の内容が、めぐみの言葉が反芻されていた。俺はおもむろに立ち上がると、クローゼットからギターを取り出す。あぐらをかき、ギターのくぼみを右足の上に乗せると、左手でギターネックを握り固定する。5年のブランクがあるにもかかわらず、まるでつい昨日も弾いたかのように、嫌というほどに一連の動作が自分の体に馴染んでいた。俺は、ここまでバッドエンドっていうかエンディングルートを全部避けてきたのかな。ギター弾いてしまうかもな。深夜だけど。深夜っぽい雰囲気だけど、ギターを弾こう。もうこうなったらエンディング、一番いいエンディングから撮っちまおうぜ。ニコニコしてる。聞いてよ、ゆかりくん。何?俺の顔を見るなり、めぐみが嬉しそうな声を上げる。驚いたりしないの?俺が突然出てきて。私、レッスンを受けられるようになったの。あ、よかったね。そうなのか。それはなんというかあれだな。頑張った甲斐があったってやつだな。おめでとう。ありがとう。これで一歩デビューに近づけた気分だわ。彼女の部屋にはアイドルに関する雑誌やファッション誌が乱雑に置かれていて、彼女の夢に対する熱量が伝わってくる。でも不思議なのよね。事務所の人、プロデューサーたら、ついこの間まで全然その気じゃなかったの。どういう心境の変化なのかしら。もしかしてゆかりくんって。めぐみがじっと俺の顔を覗き込む。なんだよ。実はすごい大物プロデューサーさんだったりするのかしら。俺の影響で何かが起こってると思ってる。絶対違うよ。どんな話の流れでそうなるんだよ。だってゆかりくんとこうして夢で話をするようになってから、うまくいくことが多くなってる気がするから。いや、素敵なこと言うね。いや、それは何なんだろうね。ゆかりちゃんじゃねえわ。めぐみちゃんがゆかりと話すことによって、めぐみちゃんにもなんかいい影響が出てるとか、そういうことなのかな。もっと頑張ろうみたいな。ゆかりくんがギターを練習してきて、弾かせてくれるかもしれないから、私もアイドル頑張ろうとか、そういう行動が起こったり したのかな。それはさすがに偶然だと思うけど。彼女と会話をしながら俺は彼女と会う。すなわち、眠りにつく直前まで自身がギターを弾いていたことを思い出す。そういえばあの日も、トーマとカフェで話をした日の夜、俺は彼女と食事をする夢を見た。これはただの夢で、夢の内容が現実にあった出来事に引っ張られているだけで、そう考えるのが普通かもしれない。けれど、そうではないとしたら、もしも彼女が現実世界に存在している、この世界のどこかで生活している女の子だとしたら、ああ、そういうこと?俺と彼女の人生がリンクして、
俺の前向きな行動が彼女に何かしらの影響を及ぼしてるとしたら、本当にただの気まぐれだったら、めぐみの言葉に感化されて、たった一日だけギターを弾いた。ただそれだけのことが彼女の人生を好転させた。彼女が夢を叶えられるとしたら、俺はこの気まぐれも悪くないと思った。いや、素敵だな考え方が。いや、確かに俺がちょっと頑張れば彼女がアイドルになれるんだったら頑張ろうかな。それから俺は少しずつではあるけれど音楽に触れる機会を増やしていった。彼女はまたアイドルとしてデビューする日に向かって着実に前進していた。彼女の口から近況報告を聞くことがいつしか自身の生活の一部となり、俺は以前にも増して彼女と話をする夢を見るようになっていた。そしてめぐみと夢で会うようになってから3ヶ月が経過したある日、またここなんだ。ステージに立つことになったの。いつものカフェでいつも以上に明るい彼女から嬉しい知らせを受けた。それってアイドルとしてデビューできるってこと？そういうことなの。信じられないわ。まるで夢みたい。どうしよう、本番までに何かしておいた方がいいことってあるのかしら。そうだな、とりあえず俺と会うために飲み食いするのは控えた方がいいと思う。あー、なるほどね。少しでも太ったりしないようにとか、そういう話なのか。もうあなたって相変わらず失礼な人ね。ふふ、いや、仲良くなってる。嬉しそうな彼女の姿を見ているとこちらまで嬉しくなってくる。中野サンプラザって名前のすごく大きいコンサート会場でのは聞いたことあるな。俺でもそこで事務所の新人代表として歌わせてもらえることになったのはすごいんじゃないの、それって。すごいな。あれ、その施設って今は確か閉館していたような。どうかした？いや、なんでもない。俺の記憶違いだと思う。本当におめでとう。ありがとう。本番は今日からちょうど2ヶ月後なんだけどね。彼女が期待のこもった表情で俺の方を見る。ゆかりくんに見に来てほしいなって。わかった。俺は2つ返事で承諾する。まあこんな話が本当にあったら見に行くよね、絶対に。そういえば夢の中以外で会うのは初めてになるな。言われてみればそうね。そっか、この人たちは夢も現実だと。夢もっていうか、お互いの存在は現実に本当にあると思ってるからってことなのか。俺はもう最初から夢は夢でさ、登場人物なんて架空のものだと思ってたから、理解するのに遅くなっちゃったな。言われてみればそうね。なんだか変な気分。どこかで彼女には夢でしか会えないものと思い込んでしまっていたのか。2ヶ月後アイドルになる彼女の姿をすぐそばで見ることができるかもしれない。考え事をしてるとじっとこちらを見つめるめぐみと目があった。どうかした？ゆかりくん、ちっとも驚かないのね。まあね、だって頑張ってきたじゃん、めぐみは。な、何が？アイドルとしてデビューするってすごいことなのよ。いや、そりゃさ、突然起こったような奇跡だったら何も、まあ驚くかもしんないけど、頑張ってきたじゃん。それなのにゆかりくんたら当たり前みたいな顔しちゃって、まるで私がこうなることが分かっていたみたい。ははは、そんなわけない。怪しい。いや、そんなわけない。まだ俺のこと大物プロデューサーと思ってんのか。めぐみが不信感たっぷりの表情で俺を見る。そんなわけないだろ、頑張ってきたの知ってるからだよ。彼女の成功について実は思い当たる節があった。あれ、どういうこと？彼女とこうして夢の中で会う数時間前、あ、現実に作用してきてんの。俺はトーマをカフェに呼び出していた。ライブハウスに出演しようと思う。あ、同じなの。俺がやっぱ頑張れば彼女もいい方向に行くんだ。俺と同じなんだ。え、VR みたいなこと？ VR のゲームみたいな話なのこれ。主人公とリンクしてるみたいな感じなのか。俺たちは学生の頃に演者として参加していた小さなライブハウスがあるだろ。あそこのオーナーに連絡を取ってさ、2ヶ月後に出ることになって。いや、それさ、もっと前から言わないと。準備があるだろ。さすがに観客0人はへこむから、時間が合えばトーマに来てほしいなと思って。あ、そういうこと、一緒に出るとかじゃなくて。人前で演奏、それに歌うなんて久しぶりだから緊張するよ。まあでも実は最近ボイトレに行ったりしててだな。トーマは口をポカンと開けたまま黙って俺を見ている。俺の話聞いてる？ああ、悪い話は聞いてるよ。聞いてるけども。トーマは身を乗り出すと俺の頬をピチピチと叩く。お前本当にゆかりか？偽物じゃないよな。あ、そんな。
そんな感じなの俺って。何がどうしてこうなったよ。何が。いやだってほら、トーマは言いづらそうに一瞬口ごもるもん。あ、なんかあったのか過去に。俺たちは過去に何かがあって音楽をやめたのか。苦々しい表情で話を続けた。ゆかり、5年前にギターなんかやめるって言ったきりだったから、急にどうしたのかなって。まあな。あ、なんだ。その表情には嫌というほど覚えがあった。大学生の頃、俺とトーマを含む4人のメンバーでバンドを組んでいた。親に知られたらただでは済まないが、メンバー全員が単位を大量に落とし、あ、そういうことなのか。留年も危うくなる程度に、俺たちは音楽に熱中していた。プロになることを本気で夢見ていたし、自分たちならなれると思っていた。大学3年生の秋、学園祭で演奏した帰りに、オーディションの運営会社を名乗る男に声をかけられた俺たちは、彼らの主催するオーディションに参加することになった。数日後俺たちの元へ夢のような知らせが入った。選考の結果、君たちは合格です。これからデビューに向けて一緒に頑張っていきましょう。当時あまりの嬉しさに、友人や家族に自慢して回った。頑張りを認めてもらえたことが嬉しかったの。今冷静になって考えてみればおかしな話でしかないが、熱に浮かされて話を信じ込んでいた俺たちに対し、彼はレッスン料、所属料を口実に高額な金銭を要求し、俺たちは素直にそれに従った。最悪だね。最悪なことをしてんじゃんこいつら。そんな払っちゃいそうだもんな。半年後、一向にデビューの話が進まないことを不審に感じた俺は、なるほどな、オーディションの運営会社に電話をかけた。ああ、デビュー。ははは。そんなもんできるわけねえだろ。騙された。いや、契約書をちゃんと見てみろって。デビューできるだなんて一言も書いてないでしょ。素人が夢見れただけでもありがたいと思えって。ショックを受ける俺たちは、友人や家族は優しく慰めてくれた。こんなことはよくある話だと。音楽に限らず、夢見る若者からお金を騙し取る。そんなビジネスは昔から世に溢れていると。だから恥ずかしいことではないと言ってくれた。俺は騙されたことよりも、自分がどこにでもいる夢見る若者一人であるという事実がショックだった。そっか。そうだよね。トントン拍子に行き過ぎてたら、ちょっと錯覚するもんね。俺は自分が特別で、将来音楽の道で成功するとどこかで信じていた。けれどそんなことはなかった。成功する人はきっと最初から決まっていて、自分はそうではない。騙されたことでそれに気づいてしまった。だから俺は音楽をやめた。いや、そんなことがあったら確かにもう二度とギター触れないかもな。まあそうなんだけどさ、なんというか俺にもいろいろあるんだよ。トーマはコーヒーを飲み干すと俺に微笑みかけた。ゆかりが前向きになれるんなら俺は何でもいいけどね。本当にいいやつだなこいつ。苦っ。いや、トーマいい友達持ってるな俺。あ、なんか、表情が。その日の彼女はいつになく落ち込んでるように見えた。どうしたんだよ、元気ないじゃないか。俺の問いかけに答えることもなく彼女は押し黙ってる。わあ、騙されたのか。本当はないのか。そんなのは。数分の後、彼女のか細い声が二人の沈黙を破った。ステージに出られるって話。あれ、なしになってしまったの。なんで。ごめんなさい。ちょっと違うかな。なしになったのではなくて、私ではない別の子がデビューすることになったのよ。え、どうした？どういうことだ？俺は自身の行動が彼女の人生にリンクしてると思っていた。俺もそう思ってたよ。だから俺がライブハウスに立てば、たとえ小さなステージだとしても、彼女がアイドルとしてデビューできるのだろうと、そう思っていた。今のところライブハウスから中止やキャンセルの連絡は来ていない。全部俺の勘違いだったのか。よく考えてみれば二人の人生につながりがあるだなんて、そんな夢物語を信じる方が馬鹿げている。だとすれば俺は一体何のために頑張ってきたんだ。なんだよそれ。仕方がないのよ。だって彼女は歌も踊りも私よりも上手で、顔だって私なんかよりもずっと可愛いから仕方がない。柄にもなく落ち込む彼女の姿がいつかの自分と重なって見えて、いやもう感情移入バチバチにしちゃうよこんなの。俺は感情を抑えられなくなる。仕方がないなんてことあるかよ。今まで頑張ってきたんだろ。同じ気持ちなんだけど、主人公とめちゃくちゃ。それをこんなたった一度ダメになったくらいで簡単に諦めていいのかよ。うわぁ。
めぐみの夢はその程度の。俺が言い終えるよりも先に。わあ。彼女が俺の胸に飛び込んできた。アイドルが抱きついたりなんかしていいのかよ。返しうますぎるだろ。思いがけない展開にそれ以上かける言葉が見つからない。別にいいよ。どうせアイドルになんてなれやしない。お前がそんなこと言うなよ。そんなことないだろ。どれだけ頑張っても誰も認めてくれない。いつまで頑張れば私は夢を叶えることができるの。バカにされて向いてない。さっさとやめろって言われて。それでもお客さんの前では笑顔でいなければならないの。それは。彼女の声は震えていた。きっと今まで自分が見てきためぐみの姿は、彼女なりの精一杯の強がりで、彼女は自分が想像するよりもずっとひどいこと。これまで周りに言われてきたのかもしれない。本当は自分が一番わかってるの。私はきっとアイドルには向いていない。あなただけなの。あなただけが私を応援してくれる。いや、俺も応援してるよ。頑張っていることを認めてくれる。私はそれだけで十分だってことに気がついたのよ。私が欲しかったのはこれだったんだ。いや、本当にか。なんか、まあ、確かに今の状況ってすげえ弱ってるかもしんないけど、ここでさ、優しさにすがることはお前の夢を壊すことになるんじゃないのか。だから今よりももっとたくさん私に会いに来てほしい。いいのか、それで。それ以上何もいらないから。ね、お願い。めぐみの悲痛な叫びが、苦しみが俺には痛いほどにわかる。だからこそ俺は、自分が彼女のために何をすべきなのか迷っていた。俺は、めぐみと一緒にいたい。めぐみと一緒にはいられない。うわぁ、こんなん、実際こんなんさ、本当にこの状況になったらさ、どうするのが正解なのかわかんねえんだけど。え、だってさ、めぐみと一緒にいたら、めぐみはアイドルになることを諦めるってことでしょ。だって今のこの心地いい時間だけがずっと流れたらいいのに、もう私は頑張ることも周りにひどいことを言われることもなくなるかもしんないけど、アイドルになることもなくなってしまうってことだもんね。わあ、でもな、うわあ、めっちゃ悩むな、こんな。いや、でもめぐみと一緒にいるかな、本当にこの状況になったら。本当にこの状況にもしもなってしまったら、多分何百回でもこれ選ぶかな。視界がぐにゃりと歪んでいるような奇妙な浮遊感に包まれている。うわぁ、きつすぎるよ、こんなの。うわ、何なんだ。当初君悪く思っていたこの感覚も、今では心地よく受け入れることができている。あの日、めぐみと共に生きることを決めた俺は仕事を辞めた。嘘だろ。どうせ惰性で続けていたような仕事だ。大した後悔はなかった。仕事を辞めた分自由な時間を得た俺は、彼女に会うために薬を服用するようになった。あ、そういうことか。わ、もっと、あ、そういうことか。今では一日の大半を眠って過ごしている。わあ、やっと来てくれた。いやー、マジか。すぐに帰ってくるって約束したじゃないの。気がつくと目の前に彼女がいた。二人ともが落ちていくのか、これって。俺がめぐみを支えるのかと思っちゃったな。たった数時間離れていただけでこんなにも寂しがるだなんて。彼女は随分と弱くなってしまった。悪い悪い。これは俺が守ってやらなきゃな。ふふふ。なんだよ。うん、ただ、幸せだなって。ねえ、次はいつ会えるの？会ったばかりなのにもう次の心配。だって不安なんだもん。私を一人にしないでね。ゆかりくんがいなくなったら私。大丈夫だって。次はもう少し、作用時間の長い薬を使おう。そうすれば今より長くめぐみと一緒にいられる。この関係が間違ってることくらいわかってる。それでも、あと少し、あと少しだけ。俺は自分自身のためにも、彼女の夢を見続けることを決めた。バッ、エンド4、俺だけのアイドル。わ、そっか。思ってたのとだいぶ違う怖いエンディングが撮れちゃった。そっか。いや、てっきり。わぁ、瞬きしてる。怖。俺が支えていくみたいな話かと思っちゃったな。じゃあ多分もうエンディングに向かうんだろうね。今までのやつ回収していこう。君かわいいな。わ、引かれてる。え？俺の言葉を聞いた彼女の表情が歪む。とりあえず褒めてその場をやり過ごすつもりでいたが、一番最初のところですね。
彼女からの反応はあまりいいものではなかった。いやそりゃそうでしょ。急に部屋に知らない男の人いてさ、君かわいいねとか言われたらもう恐怖でしかない。俺は彼女の部屋の鏡に映る自分の姿を見つめる。そこには何とも薄気味悪い笑みを浮かべる男が映り込んでいた。しまった。できるだけ他人と関わることを避けて生きてきたせいか、笑顔すらまともに作れなくなっている。とにかく私は交番へ行くから。もう待ってって。立ち上がる彼女の腕を捕まえようと手を伸ばす。その時、なんだ、鈍い痛みとともに視界が暗くなる。いてて、あ、なんだ、あ、ベッドから落ちたとかなのか。あれ、気がつくと俺は自分の部屋に戻ってきていた。どうやら先ほどの痛みはベッドから転げ落ちたことによるものらしい。夢か、変な夢。ぽつりと独り言をつぶやくと再び目を閉じる。そうしてそのまま俺の意識は遠のいていった。あ、朝目が覚める頃には昨日見たおかしな夢の内容はすっかり忘れてしまっていた。エンド1、おかしな夢。あ、やっぱ今までエンディングルートを全部避けてきたのか、なぜか。じゃあアイドルとミュージシャンは違うよ。どういうこと？ミュージシャンは歌が上手いのが前提だし、最近だと自分で演奏もできるやつが大半だ。でもアイドルはルックス重視で、歌やダンスは二の次だろ。わあ、そんなことよく言えるな。だからアイドルとミュージシャンは違うって。話をしながらめぐみの表情を見ると、彼女は唇をきつく結び黙っていた。あ、いや今のは。やってしまったと気づいた時にはすでに手遅れだった。あなたって本当に失礼な人ね。アイドルは何も分かってないみたい。彼女の目がメラメラと燃えている。どうやら自分は彼女のタブーに触れアイドルスイッチをオンにしてしまったらしい。今からあなたにアイドルとはどういうものなのかを一から教えてあげるわ。いやそろそろ起きないと仕事が。何か、怖、すいません、何でもないです。そこから5時間今日めぐみによるアイドル講座が始まった。失礼を言った手前、彼女を止めることができない俺は彼女の怒りが収まるまで黙って話を聞くことしかできなかった。5時間も話せばさすがに満足しただろ。え、起きるタイミングはさ、自分でコントロールできるの？しかし俺の予想に反し、彼女の熱量は凄まじく、翌日もその翌日もアイドル講座は続いた。そして気がつけば2年もの月日が経過していた。どういうこと？まばゆいライトの光によって輝きを放つステージ、観客たちの声援と視線を独り占めするのは他でもない、そう、あ、アイドルになれたの？お前がアイドルになるんかい？俺だよ。みんな乗ってるかい？キャー、これなんて読むんだろう。今日はこの俺、一番星なんて読むんだろうこれ。わかんねえからいっか。一番星なんだろうね。の武道館コンサート初日だ。俺はファンたちの熱い視線にウィンクで応えながらこれまでの日々を思い返す。あの日夢の中でアイドルを目指す女の子と出会った俺は、彼女の逆鱗に触れ彼女からアイドル講座を受けることになってしまった。最初はいやいや話を聞いていた俺だったが、彼女が語るアイドルという存在の奥深さに魅了されていき、気づいたら俺自身がアイドルになってなっちまったってわけ。星、奇抜な服装やキザな言動が若者の間で受け、いつしか俺は武道館で単独コンサートを開けるほどの一流のアーティストにまで成り上がっていた。正直な話、自分がアイドルになるだなんて思っても見なかった。憧れていた未来とは違うかもしれないけれど、俺は今夢にまで見た舞台に立っている。それにファンのみんなが俺の歌を必要としてくれる人が今目の前に。こんな最高な人生に文句を言っていたら神様に怒られちゃうっしょ。なんだこいつ。激しい音楽とネオンの光を浴びながら、俺はファンに自分の気持ちを伝えるためにマイクスタンドを傾ける。次の曲行くぜ。いや、俺がアイドル。マジか、想像してなかったなこのルート。じゃあギターを弾かない。俺はギターを静かにその場に置くとベッドへ体を沈めた。何を柄にもないことをしようとしてるんだ俺は。今さらギターを弾いてそれで何が変わるというのだ。あのオーディションの運営会社にされた仕打ちが、言われた言葉が消えるわけでもないのに、彼女と一緒にいることで何かが変わった気になっていた。彼女の熱に浮かされてありもしない未来を夢見てしまっていた。もう彼女と会うのはやめよう。根拠はないけれど、彼女と初めて会ったあの日から意識的に彼女の夢を見ている気がする。俺は目を閉じると彼女にもう二度と会わないことを願った。ああ、
めぐみちゃんに会いたいって思いながら寝てたってことなのか。翌朝目が覚めた俺は、出勤時間ギリギリまで寝過ごしていたことに気づき、慌てて家を出た。職場までの道を駆け走る中で、ふと昨日は彼女の夢を見なかったことに気がついた。根拠はないけれど、もう彼女の夢は見ないような気がしていた。わあ、エンドさん日常へ戻る。そっか、きつい話が多いな。じゃあめぐみと一緒にはいられない。俺は彼女の震える肩を強く握りしめると、この状況でこれを言えるって本当にドラマとかさ、ドラマとかじゃないとさ言えねえ気がしちゃうわ。彼女の目をまっすぐに見つめる。俺さ、あんたと出会ってからずっと考えていたことがあるんだよ。何？なあ、どうして俺たちは出会ったんだと思う？この出会いにはどんな意味があるんだと思う？突然どうしたのよ？何を言ってるの？人が人と出会うなんてただの偶然よ。意味なんてないわ。俺はさ、めぐみが夢を叶えるために、めぐみを元気づけるために自分がこの場所にいるんだと思っていた。自分が前向きになれば自分の行動が彼女のプラスになると信じていた。だからこそかつての夢と音楽ともう一度向き合ってみることにした。だけどきっとそうじゃなかったんだ。自分の行動が彼女にいい影響を及ぼすことなんてなくて、むしろ自分と出会ったことで彼女が弱くなっていった。互いの弱い部分を、傷を舐め合うようになっていた。こんなものは支え合いじゃない、ただの依存だ。俺はさ、俺の夢と向き合うために君と出会ったんだよ。自分の夢のため？ああ、君が現れなければまたギターを弾こうだなんて考えなかった。ずっと腐ったまま仕事をして飯を食って、理由もなくただ日々を過ごしていたと思う。本当は今でもどうしようもなく音楽が好きで、だからギターも捨てられなかった。ただどうしても自分から行動することができなくて、きっかけを待っていた。そんな時俺は彼女と出会った。俺は頑張るよ。ライブハウスに立って演奏するよ。プロになれるかどうかはわからないけれど、それでもやれるだけのことはやってみるよ。ここからは自分で頑張らなきゃいけないんだ。自分で自分のことを信じてあげなきゃいけないんだよ。だからこれ以上一緒にはいられない。何よそれ。いや本当に何よそれっていう言葉並べてるな。彼女が呆れたような声を出す。でもいいのか。私のこと利用するだけしておいて、プロになれるかどうかわからないですって。ああそっか。てっきり俺がさ、めぐみちゃんを応援するお話かと思ったけど、めぐみちゃんが俺を応援してくれるお話なのかこれは。そんなの絶対に許さないんだから。いつかプロになって私の横でギターを演奏してよ。そっか、最高だな。もしかしたらこれが最後になるかもしれない。わかった。そう思いながらも俺は彼女といつかを約束する。私絶対アイドルになるから、だから私がデビューしたらその時は、あ、笑ってる。 CD たくさん買ってよね。彼女が俺の方を見上げながら精一杯の笑顔を見せる。その表情は目が離せなくなるほどに綺麗で、本物のアイドルのように見えた。すげえな。目を覚ましたら、きっともうあの人に会うことはないのだろうと思った。少しだけ寂しかったけれど、それでも夢に向かって進むことを決めたから、だから後悔はなかった。そして、あ、そういうことか。いや、今セーブしようと思ったけどさ、俺は夢から覚めた。私は夢から覚めたなんだ。二人のエンディングが別々に見えるってことか。俺は夢から覚めた。お疲れ様。いや、しかしあれだね。ゆかりがステージに立った時の観客の若い子たちのポカンとした顔。あれは傑作だったね。ああ、トーマか。お前な、って言ってたな。飛ばしちゃった。目が覚めて数日後に、俺はかつてバンドメンバーと立ち会った舞台で、俺はかつてバンドメンバーと立った舞台で、小さなライブハウスで演者としてギターの弾き語りをした。当然俺目当てで来ている観客なんているはずもなく、10代後半の演者が多い中、30歳近い俺の存在を浮きまくっていた。まあいいよ、元より分かっていたことだから、ごめん、気を悪くしないでよ。なんというか嬉しかったんだよ俺は。だからちょっと冷やかしたくなった。すまん。トーマはコーヒーカップに口をつけると、照れくさそうに笑った。それでこれからどうするの？どうするって。
仕事辞めて音楽一本でやっていくつもりなの？いや、さすがにそんなの難しいんじゃねえのか？いや、さすがにそれはないな。仕事を辞めてしまえば音楽に費やす時間はできる。とはいえ考えもなしにいきなり辞めるわけにもいかない。そうだよね。ある程度未来が見えてからじゃないと。働きつつコツコツ頑張ってみようかなって。何かいいアイデアが浮かぶまでは、まあリハビリ期間ってとこだな。なるほどな。またバンドを組みたくなったら声かけてくれよ。俺ゆかりよりは社交性あるから、必要ならメンバーも集めるよ。一人より二人の方がいい案も浮かぶかもしれないし。そのことなんだけど、俺はトーマに軽く頭を下げる。俺とまたバンドをやってほしい。顔を上げるとトーマがポカンとした表情でこちらを見ていた。マジで？今日はそのつもりで声をかけたからな。いや、めちゃくちゃ嬉しいんだけどさ、ここ最近ゆかりどんどん前向きになっていってるよな。なんか怖いわ。まあ俺にもいろいろあったんだよ。格好悪くても笑われたとしても、好きなことを好きで言い続けることは恥ずかしくないんだと教えてくれた人がいる。ああ、それからさ、TikTok だっけ？あれもやろうぜ。やれることは何でも試してみたい気分なんだ。お、乗り気だな。そういうことならこれなんてどうよ。トーマはニヤつきながらスマホの画面をこちらに向けると、ワイヤレスイヤホンを差し出した。レトロブームっていうのかな。俺たちの親の世代に有名になった曲をカバーしたり、曲に合わせて踊るのが流行ってるらしい。俺はトーマからスマホを受け取ると、周りの迷惑にならないようイヤホンを耳につけた。画面上では10代後半であろう女の子がレトロなアイドルソングのサビに合わせて手を動かしている。ん？なんだ、どこかで聞いたような。あ、その力強く優しい歌声は紛れもなく夢で出会った彼女のもので、これ誰だ。俺は自分がカフェにいることも忘れトーマに詰め寄った。え、この女の子なんて名前だったかな。というかゆかり、お前こんな年下の子が。そっちじゃない、歌の方。ん？ああ、曲の方。歌ってるの誰だっけ。トーマは俺から受け取ったスマホに視線を移すと、彼女のことを調べ始めてくれた。わ、アイドルデビューしてたのか。ああ、これか、わかった。甲賀優香だ。古賀優香かな。古賀優香。田中恵美じゃなくて。期待していた答えが返ってこなかったことに俺は落胆する。たまたま声が似ていただけか。いや、でもこの声は。俺もスマホを開き、彼女の名前を調べる。十数分の後、トーマの指が止まった。お、あれ。ゆかり、なんで知ってるの？トーマが驚いた表情でこちらを見る。田中恵美って、古賀優香の本名だわ。俺は彼のスマホを覗き込む。古いネット掲示板で昭和のアイドルについてファンたちが語り合っている。ファンのうち、一人の書き込みによると、過去に一度だけ彼女が誤って非公開にしている本名を明かしてしまったことがあると記載されていた。ああ、道理で。どれだけ原作をかけても田中恵という名前のアイドルが存在しないわけだ。普通アイドルが本名を教えるかよ。ああ、確かにね。もしかして、肩の力が抜けて椅子に寄りかかる俺を、トーマがにやりと見つめる。ゆかりがまた音楽をやろうと思ったのって、このアイドルの影響？お前こういう昭和の音楽、アイドルが好きなんだな。なんか意外かも。俺はトーマの冷やかしに、俺が彼女に対し抱いていた気持ちに正直に答えることにした。ああ、好きだったよ。なんたって好きすぎて夢にまで出てくるくらいだからな。わあ、かっけえ。かっけえ話だ。そっか、アイドルになれたんだ、あの子は。そっか。わあ、いいお話だったな。いや、もう一パートもあるけどね。でも、めぐみちゃんがゆかりのことを知ることはできないもんね、多分。だって、過去だもんね、多分。昭和のアイドルって言ってたから、めぐみちゃんは昭和の時代を生きてるってことだもんね。で、私たちは今を生きてるってことなんだもんね。そっか。昔のことは知れても、未来は知れないもんな。どうなるんだろう。カーテンを開けると、暖かな風とともに光が差し込んでくる。わあ、かっけえ主人公。わわ、いいな。俺も家に絶対2リットルの水あるんだよな。なんとなく親近感湧くな。たまの休日でさえ寝て過ごす俺が、今日は珍しく朝からギターを弾いていた。
スマホからは彼女の歌声が聞こえてくる。この曰く付きの部屋で彼女と出会い。ああ、だから。そっか、ここに住んでたのかな。彼女が自分とは違う時間を生きているのではないかと思うようになった。彼女はアイドルになる。夢を諦めこの部屋で。そんな悪い想像ばかりしてたが、あ、まあまあそう思っちゃうか。ちゃんとアイドルになれたんだな。俺との出会いが彼女の運命に影響したのかはわからない。もしかしたら彼女との日々は本当にただの夢で、俺の存在なんて関係なく、彼女は自分の力でアイドルになったのかもしれない。それでも少なくとも彼女と出会い、俺は変わった。夢に対し前向きになれた。約束したからな。たとえもう会うことがないとしても、彼女に情けないと叱られるようなことがないように、俺はメロディーに合わせて新曲を口ずさむ。いつか彼女のように、誰かの力になれるような、そんな歌を歌えるような。わあ、いいな。エンド後、夢の続き。え、でも、まだ、そっか、さすがに、アイドル活動はしてないかもしんないけど、会おうと思えば、まあ、会おうと思って会えるわけじゃないと思うけど、会えたりしないのかな。だって顔さえ見てくれれば、声さえ聞いてくれれば、話さえできれば、気づいてもらえるんじゃないのかな。じゃあ私は夢から覚めた。まばゆいライトの光によって輝きを放つステージ、観客たちの声援と視線を独り占めするのは、ステージの上に立つアイドル。幼い頃テレビで見た光景が忘れられなくて、いつしか自分もアイドルになりたいと、あの場所に立ちたいと思うようになった。そんな夢のような舞台に今。うわぁ、アイドルだ。他でもない自分が立っている。めちゃくちゃなアイドルじゃん。完璧なアイドルだ。私の歌を聴いて喜んでくれる人がこんなにもたくさんいるだなんて。数ヶ月前は思いもしなかった。私は覚えたての振り付けをなんとかこなしながら、ファンの人たちへ視線を向けると、いるはずのないあの人の姿を探す。いや、素晴らしい歌声でしたね。何よりね、可愛い、もう最高。これからは古賀優香の時代だね。番組司会者の男性が興奮気味に私を褒め立てる。芸名で追われることにはまだ慣れない。ありがとうございます。こんなに可愛かったら世の男性がみんな虜になっちゃうんじゃない？あはは、そんなことないですよ。またまた、芸能界に入ったばかりでまだ慣れないが、歌番組では司会者とアイドルが軽めのトークをすることがよくあり、ここで行われる会話はアイドルの私生活を覗ける貴重な場として、ファンに重宝されてるらしい。優香ちゃんは今20歳だから、ついこの間まで学生さんだったわけでしょ。はい、そうですね。高校生の頃なんてモテモテだったんじゃないの？そんなことないですよ。好きな人いたりしなかったの？好きな人ですか？舞台袖にいるマネージャーさんが両手で大きな罰を作る。まあそりゃそうだよね。こういうのっていないって言うもんだと思ってるもんね。俺たちも、俺たち側も。険しい表情で私へ視線を向ける。この司会者さんきっと後で叱られるんだろうな。アイドルはみんなの憧れでなくてはならない。事務所からすれば売り出したばかりの私に、恋愛の噂なんてあっては大変だ。いますよ、好きな人。そっか、いるんだ好きな人。え、いましたじゃなくて。私の返答を聞いた司会者と遠くにいるマネージャーが目を丸くする。私が彼に対して抱いた気持ちを正直に言葉にすることにした。重くないか、大丈夫か。その人はぶっきらぼうで口が悪いんですけど、でも私がアイドルになることを誰よりも応援してくれて、きっと今私がこの場所に立ってることを誰よりも喜んでくれてる。そんな大好きな人がいる。夢を見ました。わー、かっけえ。何この切り返し、天才すぎるだろ。夢？なんだ、夢の話か。かっこいい。何このお話、めっちゃいいな。勘弁してよ、ゆうかちゃん。あはは、ごめんなさい。私が彼と会うことがきっともうないのだろう。まあでも事実を言ってるもんね。けれど、いつか私の歌が、アイドルとして活動していた日々が君に届くと信じて、最後の曲歌ってもいいですか？私は今を精一杯生きる。めちゃくちゃにいいな、この話。それでは、聞いてください。夢にまで見たアイドル。っていう曲だったのかな。うわ、超いいな。どっちの人生もかっこいいな。そっか。いや、よかった。
二人が幸せになれて。いやまあでも一番最後の選択肢はむずいな、マジで。分かってても選べない可能性あるもんな、全然。そっち側がバッドエンドって分かってても選んじゃう可能性あるもんな。めちゃくちゃ難しい話だったな。いや超いい話だった。アイドルになる夢は諦めきれず、反対する親の言葉を無視して上京した。バイトで生活費を稼ぎながら何度も事務所のオーディションに応募して、2年が経とうとしていた時、オーディションに落ちた帰りにたまたま通路ですれ違った大手芸能事務所のプロデューサーにスカウトされた私は、アイドルの卵として事務所に所属することになった。すげえな、嬉しかった。これまでの自分の努力は無駄ではなかったのだと、頑張り続ければいつか夢は叶うのだと、そう思っていたのに、衣装に着替え、宣材写真を撮った後、控え室で指示を待つ私の前に事務所の偉い人だと名乗る年配の男性が近づいてきた。こんなことさえ嫌がるようじゃこの先やってられないよ。君ってさ、歌も顔も大したことないんだよね。その衣装だって着せられてるというか、全然アイドルに見えないんだよ。つまり売れる見込みがないってことわかる。だからね、こうでもしないと君をテレビで使ってあげようと思えないんだよ。夢なんだよね。いいの？ここで終わっちゃって。わ、最悪じゃん。あそこで終わってたかったんだけど、あそこで終わりたかったんだけど、俺。あまりのショックに言葉も出なくて。どうやって帰ってきたのか記憶にないけれど。いつの間にか私は衣装のまま自分の部屋に座り込んでた。ああ、その時に俺がいたってことなのか。きっと私の態度に呆れた事務所の人たちは、これから私を存在に扱うのだろう。私はデビューする前から干されてしまったのだ。君さ、向いてないよ、アイドル。わあ、そっか、いろんな言葉、いろんな辛いこと言われてきてたんだ、やっぱり。控え室を出る直前に、男性が吐き捨てるように言った。あの言葉が耳から離れない。私は自分でチャンスを棒に振ってしまったのか。いや、そんなことないだろ。あの人の言いなりになっていればよかったの。わあ、そっか、こういう、ゲームだったな、いつも。何が正解かわからなくて。じゃあこっちが本当のトゥルーエンドみたいなことなのか。自分がなりたかったもの、好きなものを汚されたことがショックで、今すぐこの場から消えてしまいたいとさえ思った。やべ、もう口が回んなくなってきちゃった。そんな時、わあ、いいイラストだな、めっちゃ。あんたアイドルか何かか。わあ、そっか。選択肢が、俺が選んできた選択肢が全部。あなたが私の前に現れた。わあ、おしゃれだな、展開も全てが。自信なんか全然なくて。いや、めちゃくちゃにいい話だな。顔だって涙でぐしゃぐしゃなはずなのに。こんなダメな私のことを。いや、そっかそっか、まあ、それがね、どんな意味だったとしても、あなたはアイドルだと言ってくれた。そっか、その言葉が、たったその一言に私は救われたんだ。すげえ話だな。もう少しだけ頑張ってみようと。自分のことを信じてみようと思えた。めちゃくちゃいいな。夢にまで見た存在に、ほんの少しだけ近づけたような気がしていた。エンド6、夢にまで見たアイドル。うわ、超良かったな。そっか、そっか、そっか。一番最初の選択肢がこの子の人生を変えたんだ。そっか。だから、変えてなかった方の人生のこの子が、いわくつきの部屋の子だったりするとか、そういう話でもあるのかもしれないもんね。全然わかんないし。あれだけど。出会えたことによって未来が変わったとか、そういう話なのか。それでアイドルになれたのか。というわけで、夢にまで見たアイドル、ここまでにしよっかな。いや、素敵なお話だった。
二人が夢に向かって進めただけでも幸せだなって思えたらなんかよく分かんなかったけど、結局は夢どう時系列的にどうなのかとか全然分かんなかったけど、まあ、二人が出会ったことによってこの二人の人生が大きく変わったってことだもんね。いや、よかった。すげえいい話だったな。というわけで、ここまでにしたいと思います。気になった方はぜひやってみてください。